はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、トミカです。はい、ミニカーですね。はい、そちらなんですが、なぜ今回、ご紹介するかというと、まあね、うん、ちょっと今日あるものが届きまして、そちらをちょっとご紹介しようと思ってね。はい、なので、一応ね、自分が今持っているトミカのご紹介も含めて、それをね、紹介していこうかなと思って撮りました。はい。ということでね、早速ね、まあ、大取りはその問題のやつは一番最後に撮っておきます。まあ、最後まで見てほしいんでね。はい。ということで、まず最初ね、私の持ってるコレクション、はい、数点ですけども、ご紹介していきたいと思います。まず1点目はね、はい、こちら、はい、トミカでもね NSX ですね。はい、新型のね、はい、こちらはね 4D っていう、種類で、これ後ろに電池が内蔵されてるんですね。はい、これはね普通はこうやって置いて、こうボディをね下に押すとエンジン音が鳴ったりするんですよ。はい、ただ今ね電池が切れちゃって、しかも合う電池がないんですよ。はい、なので、はい、今回はちょっとこの車体だけのご紹介になってしまいます。はい、で、続いてなんですが、私がね大好きな、車種というんですかね、はい、まあ、GTR も好きなんですが、まあ見た目ね、見た目がねすんごい好きなんです、これ。はい、こちらじゃじゃん、はい、トミカ三岡から出てますオロチっていう車ですね。はい、これはねもう見た目がすっごいインパクトあってすっげーかっこいいんですけど、まあ、オロチっていうだけあって大蛇ですね、ヘビ、はい、ヘビをモチーフにしてデザインされた、車なんですが、こちらはね、ほんと現存する車なんですよね。まあ、価格がおよそ新車だと1500万ぐらいするんですけど、もうすでに生産がね、とっくの塔に、生産終わってます。はい。なのでね、今はもう中古で買うしかないんですが、もう何しろ玉数が少ない。はい。うん。だからね、めったにね、これをね、実物走ってるのを見たことない人もいるんじゃないですかね。自分もね過去に 3,4 回ぐらいしかないかな、実物走ってるの見た。めっちゃ振り返って見えますよねこのデザイン。はい、それをね、はい、こちらですね。はい、はい、オロチ、もう見た目見てください。これ丸目4灯で、しかも片方のあのヘッドライトの真ん中に筋が入ってて、ほんと蛇の目みたいになってるんですよね。で、口、これ口はまあダクトみたいになってるんですけど、で、ここのボンネットのこの突起ね、すっごいよね。もう普通にコンセプトカーをそのまんま出したみたいな形状ですよね。うん、これはすっごいよ。後ろもね、すっごい印象的なデザイン、何しろもうヘビを思わせるデザイン、これが好きなんですよ。でこの天井の上にもね、なんかこうトサカみたいなのがついてますしね。で、こちらのシリーズは、これねエンジンルームがね後ろについてるんですね、これね、うん、エンジンルームがこうやってね後ろについてます。なのでこっちが逆にボンネットになってるのかな。うん、で、こちらの、まあギミックとしてはね、まあドアは開きません。まああとはダンパーが、はい、こんな感じでダンパーが効いてる感じですね。うん、はい。でこのオロチという車種、自分大好きで、もう何種類か持ってるんですね。はい、こちら、こちらはね。トミカリミテッドっていうシリーズですね。はい、もう鼻からこれ中身が見えてるやつですね。はい、
なのでこれ未開封なんでね、もうこのまま取ってありますが、もう一つが、こちらですね、トイズドリームプロジェクト、それの10周年セレクションから出てた、三つ岡オロチゼロ仕様ということでね、まあ、これはね、まあ、比較的新しい方ですかね、はい、こちらはもう何回か開封してますが、ブラックですね、色は。さっきのは、ダークパープルみたいな感じでね、はい、でこちらはね、ヘッドライトがオレンジになってるんですね、真ん中がね、うん、でちょっとね、ボディがメタリックがかった、塗装になってますね、はい、あ、これも一緒で後ろのエンジンルームが開きます。で、続きまして、はい、こちら、はい、オロチの東京モーターショー2007年、はい、そちらのね開催記念商品ですね、はい、こちらも何回か開けてるんですが、はい、まあ色はね、さっきよりちょっと濃いぐらいのブラックメタリックで、天井にね、東京モーターショー2007というデザインが施されてます。まあ、ヘッドライトはね、パープルと同じで真ん中に赤い縦線が入っている。で、ボンネットも、真ん中にね、デザインが施されてる。こちらもね、後ろは、はい、後ろのね、エンジンルーム。が見える状態ですね、うん、はい、いや、かっこいい、はい、で、あとね、自分が結構もう前になっちゃうんですが、本当ね、青空フリーマーケットで、購入した、トミカ、まあ、裸であったんですが、こちらですね、はい、まあ結構古いかなと思ってね買ったんですが、そんなことはないみたいですね。なんかブックレットかなんかの付録みたいなやつだったんですね、うん、自分知らないで古いんじゃないかと思って買ったんですけどね。一応ここに1979年って書いてありますけどね、うん、まあ、見た目もかなり古っぽいんですけどね、ガルウィングですね、ガルウィングになってる、はい、これはドア開閉式、うん、色はライムグリーンってやつですね、はい、まあ、これもね、普通にこうダンパーが効いてますね、はい、で、その中でもね一番私が気に入っているのが、こちら外国車シリーズ、通称青箱ってやつですね、もう結構デザインがボロボロなんですが、それの、デトマゾパンテーラっていうね、めちゃくちゃ面白い名前がついてるんですけども、このねデトマゾパンテーラがすごいんですよ。ほらこれかっこいいですよね、黒に金縁デトマゾ、このデザインがかっこいいなと思ってね、パンテーラって入ってます、はい、これもねオロチに負けず劣らずすごいかっこいいなと思ってね、はい、裏側はこんな感じでね、これは1978年ですね、こちらは、本当に古いトミカになりますね、はい、で後ろの、こちらもエンジンルームなのかな、はい、開きます、
まあ、ドアは開かないんでね、これも普通にこうダンパーが効いてますね、うん、はい、はい、といった感じが、自分が所有している、トミカになります。で、一番、肝心のもの、はい、そちらをご紹介したいと思います。はい、それがね、今回、届きました。こちら、はい、佐川急便さんから届きました。はい、まあ、一応ね、自分の、名前は消して、こうね、処理させていただいてますが、ロッテキャンペーン事務局から来たんですよ。しかもそれがロッテチョコパイトミカキャンペーンですね。はい、ということは何かそのキャンペーンで当たったものが届いたということなんですよ。まだ自分見てないんですけれども、はい、こちらをねちょっとね開けて見ていきたいと思います。はい、では早速これね破いて、ちょっと中を見たいと思います。はい、一応ね中、袋を開けました。そしたらねこんな感じで入ってました。はい、ここでしか手に入らないチョコパイトミカが1000名様に当たるキャンペーンということでね、ご当選おめでとうございますっていう当選通知が入ってました。はい、チョコパイトミカイスズエルフチョコパイトラックにご当選されましたのでお送りいたしますっていうことでね、はい、こちらが当たりました。つまり1000名限定ですね。はい、いや自分ね、はっきり言って応募してたの忘れてたぐらいだったんですよね。まあ、多分コロナの影響で多分発送が遅れたのかわかんないけど、すっかり忘れてましたね。はい、それがね、こういうプチプチに入ってます。はい、早速、箱を見ます。はい、こちら、じゃん。はい、イスズエルフチョコパイトラック、はい、トミカ50周年チョコパイ、はい、こんな感じですね。アクションはサスペンションとパネル開閉、はい、チョコパイの箱のあれですね、イラスト、はい、で、非売品、はい、まあ、これがね、何よりの証拠ですね。ではね、早速ね、まあ、せっかくなんでね、中見て、実物ね、見ていきたいと思います。はい、では早速ね、開けてみます。よ、はい、はい。こんな感じで袋に入ってますね。はい、はい、こちら。ああ、なかなかいいデザインだね。いつだってかっこいい、はい、トミカ、はい、チョコパイ、フロントに思いっきりチョコパイって入ってますね。はい、トミカ2007イスズエルフ、メイドインベトナム、ベトナムさんなんですね。はい、これはハッチが開閉って書いてあるのは、こういうことね。はいはいはい、こういう感じで中は開けますね。はい、はい、で、一応サスペンションが効くっていうことでね、サスペンション効いてますね。はい、はい、という感じで、私がね、意図せず、ちょっと応募したものが当たったっていうね。はい、はい、まあ、もともとね、トミカ自体はね、かっこいいなと思う車はねちょっと集めてたんですけれどもね、はい、まあ、最近ちょっと、もうストップしてたんですけれども、まあ、久々にね、これが当たったんでね、引っ張り出してきましたけど、
はい、いやーなかなかどうしてやっぱりいいですね、出来がいいでいいわ、あのトミカは。はい、といった感じでね、今回トミカのご紹介させていただきました。はい、いやまあね、希少な当選品も、ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、まあこの機会にね、私の、ミニカーコレクションのね、動画チャンネルも、ご覧いただければなと思います。はい、またね、別の、フィギュア等々、入り次第ご紹介させていただきますので、この機会にぜひチャンネル登録、あとね高評価ボタンを押していただけますと大変励みになります。コメントもねいただければ、必ず返してますのでね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。